こんにちは。被災した住宅を一軒一軒訪ね歩く。彼らは石川県輪島市とその支援に入った他の県の社会福祉協議会の職員です。損壊した住宅や車など避難所以外で生活をする被災者の数や場所を把握するため調査を進めています。一人のが楽でいいかないう感じでね、好きなもん食われるし。3週間以上車中泊を続けているというこちらの男性は、疲れは出てます。車の中言うと体勢が無理かかりますから、胃を圧迫したりしてそんなに食べれないんです。多分体重結構落ちてると思うんですけれど。見回りをする職員らは避難所にいないこうした被災者の健康管理に危機感を募らせます。周りは誰もいないんですよね。でその中で体調不良になった場合どんなふうに SOS を出せるかっていうところ。しかし今月26日の時点で甚大な被害を受けた能登地方の9つの市町はいずれも自宅や車にいる被災者の総数を把握できていません。石川県は SNS アプリや電話で避難場所を登録するよう呼びかけていますが、今月27日時点での登録者数はおよそ6000人。全容把握には至っていないとみられます。やっぱり人手ですかね、生活を支えるっていう次に情報を把握する人手というのがやっぱり全然足りていないというのが現実あると思うので。こうした中、石川県七尾市ではお弁当をお持ちしましたので、召し上がってくださいね。テーブルの上に、体調はどうですか。置いておけば、分かりました。ありがとう。高齢者向けの弁当宅配店で店長を務める川口さゆみさん。地震の後も自宅で生活を続ける人の見守り役となっています。現在は避難所に身を寄せる奥村恵子さん86歳。地震の後も自宅に留まっていて行政も所在を把握できていませんでしたが、顧客の安否確認をしていた川口さんが見つけ、所在が確認できたといいます。ありがとう、ありがとう、ありがとう、ありがとう。高齢者は65歳以上が1万9000人いらっしゃる中での個別の対応というのが、やはり今現状でも難しい状況。救急車を呼んでいただいた事例とかも聞いておりますし、そういった緊急対応をしていただいてて助かって非常におります。誰にも気づかれないで納屋の方に倒れられて大怪我をされている方だったり、ずっと元旦から食べてないっていう方もいらっしゃって、地域と連携して本当に寄り添う形で配食を続けたいと思います。被災者に対応するための手が足りない中、その部分を補う取り組みも始まっています。